今回は戦闘ガチ勢の僕がパッチ 7.0 で追加される新ジョブの予想をしていきます。皆さんはパッチ 7.0 でどのジョブが追加されると予想しているでしょうか？ FF14 のジョブは過去作で出てきたジョブを複数個組み合わせたようなジョブが多いので、大体の過去作を触っている僕がどんなジョブが来るのか予想し、どんな戦い方になりそうなのかを考察します。先に言っておくと、僕は FF14 のストーリーの世界設定についてあまりわからないので、ストーリー的にこんなジョブが追加されそうだなとかはわかりません。あくまで戦闘面で話していきます。それではスタートです。まずは現在判明していることから話していきます。7月29日に放送されたファンフェスインラスベガスの基調講演にてメレーキャスが実装されることが発表されています。メレーに関しては装備の分類的にストライカー、スレイヤー、スカウトに分かれています。ストライカーが勇気士とリーパー、スレイヤーがモンクとサムライ、スカウトが忍者ですね。今のところスカウトが忍者しかいないので、新しいジョブはおそらくこのスカウトになると思われます。キャスはグレンの赤魔導士以来新ジョブが実装されていないので、ついに来たかという感じですね。そして基調講演にてヨシピーが匂わせをしていました。はい、ミュータントタートルズの T シャツですね。僕はこの T シャツを見た時、反射的にルローニケンシンの目が見えないあいつを思い出しました。これに関しては僕もあまり知らなかったので軽く調べてみました。二刀流の青いハチマキがレオナルド、赤いハチマキのサイっていう武器を持っているのがラファエロ、オレンジのハチマキでヌンチャクを持っているのがミケランジェロ、紫のハチマキで棒を持っているのがドナテロ。ちなみに全員芸術家の名前です。多分彼らの持ってる武器や名前がかかっているんじゃないかという感じです。さて、ここからはメレーキャスそれぞれのロールでどんなジョブが来そうなのか予想してみたいと思います。まずメレーですが、トレーラーでヒロシが片手剣を持っていたので剣を使うジョブが実装されるんじゃないかと予想しています。なので過去作から剣を持っているジョブを紹介します。メレーの新ジョブ予想その1、コルセア過去海賊。 FF11 で実装されていたジョブで、海賊らしく再剣と短銃を持っていますね。ちなみに僕は FF11 を全くやったことがないので、もし違う点とかあったり、こんなジョブだったよっていうのがあったらコメントで教えてください。調べた感じだと元々はバッファーで、サイコロのデビによってバフ効果が変わるみたいです。ブラックジャックみたいに11に近いほど強くなり、12を超えると全部台無しになるみたいな性能だったようです。カードやダイスみたいなギャンブル要素は FF6 のセッツァーみたいな感じですね。ちなみにギャンブル要素で言うと、 FF8 のセルフィーなんかもスロットって言ってランダムな効果を発動する技を持っています。セルフィーはヌンチャクを武器にして戦うので、もしかしたら何かしらあるかもしれません。 FF14 に実装されるとしたら、 FF11 にあったようなギャンブル要素はマイルドになることでしょう。先生も実装当初からはギャンブル要素がかなり削減されていますからね。銃に関しても機甲士と被る部分がありますが、ゲームボーイアドバンス版 FF5 に砲撃士という海賊っぽいジョブがあるので、そのあたりも関わってきたりするかもしれません。ちなみに砲撃士はたまにいろんなアイテムを合成してステータス異常を与えるというジョブでした。メレーなので、おそらくは剣がメインで銃はあくまで補助みたいなコンセプトになるとは思いますが、ナイトみたいな感じで剣を使う近接フェーズ、銃や大砲を使う遠隔フェーズみたいに回しが分かれていたら面白そうですね。ミュータントタートルズの青いハチマキも二刀流なので、カットラスの二刀流とかもあるかなって感じです。メレーの新ジョブ予想その2、魔法剣士。これはどっちかというとタンクっぽいのですが、メレーとタンクは紙一重なので紹介しておきます。 FF5 で登場したジョブで、アビリティの魔法剣は各種魔法を武器にまとって攻撃できます。例えばブリザガをまとったブリザガ剣で敵の弱点をついたり、サイレス剣やスリプル剣で状態異常をつけて貫通するなど、 FF5 でもかなり便利なジョブでした。 FF5 における最強アビリティの組み合わせの一つとして、魔法剣二刀流乱れ打ちっていうのがありましたが、その魔法剣ですね、 FF14 で実装されるとしたら、今の召喚士みたいな感じでファイガ剣フェーズ、ブリザガ剣フェーズ、サンダガ剣フェーズって分かれており、それぞれで違う回しをして最後にホーリー剣もしくはフレア剣でバーストって感じになると思います。あ、今更ですけど完全に僕の妄想なんで話半分でお願いしますね。メレーの新ジョブ予想その3、神殿騎士剣聖。これもどっちかというとタンクっぽさありますが、メレーとタンクは紙一重かっこ以下略です。 FF タクティクスで登場したジョブで、 FF14 でもたくさん登場していますね。アグリアスとか雷神指導とかです。乱鳴喝殺だとか北斗コスサイダーとか聞いたことありますよね。 FF タクティクスで登場するシュドルファス・オルランドゥが雷神指導の異名を持っており、 FF シリーズ屈指のバランスブレイカーと言われるほど最強の仲間キャラだったんですね。そんなオルランドゥの固有ジョブが剣聖なので、まあ神殿騎士と一緒です。剣をジャキッと振ると地面から剣が生えてきたり空から降ってきたりするので、イメージとしてはナイトのブレードコンボみたいな感じでしょうか。ただ原作でも遠隔攻撃が多いので、メレーとして実装されるのはちょっと厳しいかなって気がしてます。以上の3ジョブが僕の中での候補です。正直コルセアが最有力候補で、他はまあこんなのもありようぐらいです。何にせよ FF シリーズ定番のジョブは出尽くしているので、トリッキーなジョブが来そうだなという予想ですね。次にキャスです。キャスは過去作でも多くのジョブが登場していますが、その中でも
も特にありそうなジョブを紹介します。キャスの新ジョブ予想その1、ピクトマンサー。 FF6 で登場したジョブで、リリムというキャラのジョブです。ミュータントタートルズが全員芸術家の名前なのであるんじゃないかと言われていますね。その場で敵を書き写し、その敵の魔法や技を発動するスケッチのアビリティが使えます。 FF5 の魔獣使いっぽさはありますが、敵を捕らえることはできないので、捕らえてその場で放つような感じでしょうか。かなりマイナーなジョブで、 FF シリーズでは FF6 以外登場していませんが、一応 FF と似たシステムが採用されているブレイブリーデフォルト2で登場しているみたいです。そこでは色に応じて敵にデバフをかけるジョブだったらしく、 FF14 で実装されるなら忍者みたいなデバフ系になるかもしれません。どういった形で FF14 に落とし込まれるのか難しいところですが、シグマ編2層みたいに絵で何か具現化させたりとかもありそうですね。そういえばシグマ編も FF6 ですね。キャスの新ジョブ予想その2、陰陽師。 FF タクティクスで登場したジョブで、ステータス異常技が多く、敵を無力化させるのが得意な、ちょっといやらしい感じのジョブでした。自社を装備しているイメージが強いですが、一応棒を装備できます。棒は魔法攻撃力が参照されるので、魔導士系の陰陽師が使うと結構強いです。 FF14 に実装されるとしたら、こちらもデバッファーでしょうか。個人的には陰陽師ってワードを聞くと札を使っているイメージがあるので、新武器として札を装備できたら面白そうですね。キャスの新ジョブ予想その3、風水師。いろんな FF シリーズで登場しているジョブですが、共通しているのは自然の力を使うことです。アビリティの地形で草原や洞窟など環境に合った技を発動します。かなり強力な追加効果を発動できる場所もあり、戦う場所を選べば最強みたいなジョブでした。 FF5 では地形を使ってドクロイーターっていうめっちゃ強いけど HP1 しかない敵を倒して稼ぐために使われたりしてます。ベルを使うのも特徴的ですね。そして風水師は先生のジョブクエストで登場しており、そこでもベルを使って戦闘していました。 NPC が使うにしては結構作り込まれているので、今回に限らずそのうち使えるようになるかもしれないですね。 FF11 でも実装されていて、コルワというフィールドを設置してサポートするジョブだったみたいです。 FF14 で実装されるとしたら、場所によって効果が変わってしまう特性は相性が悪いので、 FF11 と同じ感じだと思われます。まあ現代風にするなら、フィールドじゃなく詩人の歌のように自分中心のクソデカ範囲バフみたいな感じになるのが丸いのかなっていう気はします。以上の3ジョブがキャスの候補です。どれが来てもおかしくない感じではありますが、ミュータントタートルズ要素を考えると、ピクトマンサーが最有力候補でしょうか。いずれにせよデバフ系のキャスが来そうだなと予想しています。最後に逆に今後も来なさそうなジョブを軽く紹介します。1、実装済みジョブに内包されている。名前としては存在していませんが、実装済みジョブにスキルが内包されているのがこれらになります。これらはコンセプトが被ってしまうので今後も来なさそうです。来るなら何か大きく差別化して実装されることになると思われます。2、時魔導士。時魔導士はヘイストやスローなど時間や空間に関連する魔法を使うジョブです。時間を操って GCD を速くするのが FF14 との相性最悪なので、まあ来ないかなと思います。先生のオションとかもうただの湯だめアップになってますからね。来るとしたらヘイストはただの自己バフになりそうです。3、力士。まあ絶対に来ないでしょう。本当に来てしまったら Twitter でこするネタがなくなってしまうので、むしろ良くないまであります。力士を使いたい人はスト6でホンダ使ってください。僕は絶対にありえないと思っているので、万が一実装されたらネカマ選手権の第2回を開催して動画出します。以上、現時点でのパッチ 7.0 新ジョブ予想でした。ぜひ皆さんも、こんなジョブが実装されるんじゃないかとか、こういう戦い方になるんじゃないかとか、妄想をコメント欄に書き殴ってください。こんな感じで、なおチャンネルでは FF14 の動画を中心に投稿していますので、チャンネル登録、高評価してくださると嬉しいです。また、X のフォローもぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。